大吉、アミキチです。はい、ということでね、今回も動画撮っていくんですけども、今回は、道場破り、ロワイヤルということで、リベンジストームさんというクランにね、お邪魔しております。で、このクランは、素敵なチュパさんという方がね、リーダーをやられているクランで、この方でクロスめちゃめちゃ上手い人ですね。マルチ当たったことあるかな、確か。この人めちゃめちゃ上手いです。で、この人が、DM くれてね、やっていただけるということで、今日は BO3 を3人の方とやっていきたいと思います。で、レジャイバルーンとか動画撮ったんですけど、これさすがにやべえんで、こいつ舐めてんなって思われちゃうんで、ここはね、あえて使わずに、何を使っていきましょうかね。これ使いますか。これでいきましょう。さあ、このデッキを使ってよろしくお願いしますというところでやっていきましょう。で、そう、毎回ね、ほとんどのクランさんに何か宣伝してほしいことありますか、してほしいってかして、そう、なんかありますかって聞いてるんですけど、で、このクランさんはね、特にないですって言ったところだったんで、なんかね、参加できるだけありがたいので、みたいな、言ってくれてね、いや、こっちが感謝するべきなんですけど、って感じだったんですけどね。いや、めちゃめちゃいい人ですね。もうリーダーやばいですね。めっちゃいい人だったんでね。まあ、ぜひフォローしてください。ツイッターリンク貼っておきますので、よろしくお願いします。しかもクロスめちゃめちゃうまいしね。本当にうまい。マルチで、なんか僕の方が多分相性いいんですよね。バルーンの方がわかんないけど。なんですけど、すごいね。やりづらかったんでね。うわ、やべえ、それ。ちょっと待って、それやばいって。うわーこれやばすぎでしょ。これ、終わったくさい。ちょっと待って。やばいっすね。はい。タギ取って、オッケー。これ、ロケホが反応してくれるんで、スキルとね、後から出してあげて、まあ、頑張ってもらおう。で、これなんかでね、ゴボリかな、うん、で、緊急されるけど、まあ、でもね、オッケー。ワンチャン一発入んないかな。ああ、入んないか。ホバリング砲をコウモリでうまく倒していきたいですね。なので、レスピかヒースピかによるな。あとはエリババが刺さるか刺さんないか。このスノーって見たことあるんだよな。マルさんもスノー、マルさんじゃないな、でも。誰だろう。なんか見たことある気がしなくもないんですけど。まあ、ただ知らない人の可能性もあるんでね。なんも言えないんですけど。ここね、アイゴレつけます。親衛隊来てもいいんで、アイゴレつけちゃって。オッケー。ここね、逆サイだな。これで、ホグ飛ばしてあげて、親衛隊来るかな多分。オッケー。あ、待って、そのマザニックうまい。やばい。うわー、これさー、痛すぎる。痛い。ちょっと。豚が強い。入んなよ。オッケー。まあ。ここでホバリングまた来て、ロイホグが来て、ファイボマに来そうですね、次。なので、速攻とかしたいですね。うわぁ、なるほどね。オッケー。これは、いや、渋いか。どうだ。やべ、黙っちゃった。最近よく黙っちゃいますね、俺。ただこれはうざいんじゃないかな。いや、待って、まさにくワンチャンやばいな、これ。うわー、やばい、これ。くわーそう !GG! いやー、マジか。最後、マザネク。いや、コウモリ追加マジミスったな。あれ、よくないっすね。絶対しなくてよかった。これはやらかしましたね。GG と。あ、今のコウモリ追加やっちゃったな。なるほどね。そのデッキか。どうしよっかな。うわ、価値格から落としたの痛すぎるな。多分相性も良かったっすね。もったいねえ、今の。最後のコウモリ追加マジでいらなかったな。あれだけっすね。あれ失敗っすね。これいきますか。あれ。いや、待てよ。こっちにしようかな。これにしましょう。
マサネくんは強かったな。最後のあれやられましたね。クエイクもちょっとね、なんか打つの、クエイクウッドまで打って、ちゃんと落としきっちゃってよかったな、右。で、左も結構削れてたんで、それか、左捨ててクエイク回してね、クエイクウッドで右落として、って感じだったかな。ちょっともったいないですね。まあ仕方ないですけど。いや、今日の相手多分ね、強い人ばっかなんですよ。わかんないけど、リベンジストーンズ、このクランさん結構強い人多いイメージあるんでね。さあ、来ないですね。リベンジストームさんね。そう、チュッパさんね。チュッパさん。あれこれ今日合ってるよな。BO3 3人だよな。まあ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 。気楽にね。これいつ上がるかな。めっちゃ後、来ましたね。BO3 さんに会ってましたね。さあ、よろしく。いやー、連投な可能性あると思うんだ。迫撃しましょうか。で、何来るかな。遅延か。なるほどね。これ、俺のこと知ってるな、この人、多分。多分知ってる人だな、これ。この感じ。気のせいかな。どうしよっかな。エレジャイっすね。エレジャイっすね。エレジャイは多分相性いいんで勝ちたいっすね。迫撃とエリババでね、エレジャイボコボコにできるんで、ボコボコっていうか、ほぼほぼ完封でできるんで、食らえてくる可能性があるんで、さあ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 。ごぼりかな？うん。こことかなぁ。いやー微妙か。一発は入りますね、でも。オッケーオッケーオッケー。この一発でかい。え、これさ、反応すんなよ。オッケーオッケーオッケー。で、樽かな？アイスイーツか。あー、なるほどね。倒せる？倒せない。マスケかな？マスケから入って、ここに出していいかな。オッケーオッケーオッケー。これで、まあ、ライトワンチャン。これは、こうっすね。延命します。で、スケ当てないで、マスケがね、頑張ってくれるんで、さあ、オッケーオッケーオッケー。めっちゃいいっすね。あ、これやっちゃったな。この、いやー、釣れなかった。やっちゃった。いや、クソ、やるな。これ煽られてるでしょ。絶対煽られてるでしょ、これ。今釣りたかったのに。クソ。なんだ、この人。誰だろう、これ。気になるな。これは、高めのマスケで抜いちゃって、ワンチャン、ベビドラ来るかな。こんな感じでやっていきましょうか。これね、5打っちゃいましょう。え、待って待って、右タゲ取れてね。やべえやべえやべえ、痛えよこれ。マジかよ。スケルトン、あれ？違うか、スケ処理されたのか。これ取れに来るんで、リババ行っちゃいましょう。で、いや、これやばいな。やっちゃったかな。よくないっすね、多分これ。これ良くないな。あ、めっちゃいい受けされた。やばい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 。これさ、2周目のエレジャイ止まんなくね、俺。大丈夫これ。なんとかなるかな。なんとかなる。なんとかなるか。なんとかなりそうですね。いや、なんねえな、これ。いや、なるな。なるなるなる。大丈夫大丈夫。迫撃強すぎ。迫撃体力強すぎ。お前、体力高っ。強えな。オッケーオッケーオッケー。ウッドで削って、で、今エレジャイ持ってるんで、マスキに、これでライト打ってほしいっすね。オッケーオッケーオッケー。これで5削りしていきましょう。来たら、迫撃出すけど、来ないと思うんで。で、絶対僕のこの攻め迫撃うざいと思うんで。オッケーオッケーオッケー。やっちゃったな、これ。これやっちゃった感すごいぞ。大丈夫かな？これいけるか俺。これいけるのか俺。頑張れ、頑張れ、俺。頑張れ、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 頑張るしかねえんだ。頑張るしかねえんだけどさ。こっちにやって、ノックバックして、うわ、やばすぎ！ちょっと待って。
待って、マスケ、マスケ、やばい、ライト来たら死ぬ、ライト来たら死ぬ、やばいやばいやばい、いや、まだある、まだある、まだある。オッケー、ウッドで剥がして一回。タゲ取って、ディガーで削って、ライト来るかな、ここ。オッケー、ライト来る。よいしょ。エレジャー受けかな？オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いや、いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？これは、ウッドと、ファイボと、ウッドで、GG ですね。よし！決まるでしょ、これは。よーし、OK、GG！ あぶねえ、危ねえ、ちょ、待って。一人目から大接戦で、あちあちな試合出してるな、これ。やばいな。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいですね。神相性取れたな。よかった。これワンチャンテクノじゃない？テクノって人じゃないかな。わかんないけど。いや、神相性取れましたね。うわー、最後何使おっかな。テクノだった場合、この新エタルワフグと LHI どっちも得意なんですよね。どっちも使ってるイメージあるんで、まあ違うか人の可能性もあるんですけど。いやー待てよ。ゴブジャイ PP だな。ゴブジャイ PP 行きましょう。決めた。ここをゴブジャイに変えて、いや、めっちゃ楽しいな。今日の動画ちょっと長いかもしれないんですけど、お付き合いください。多分ね、見てて割と楽しいんじゃないかな、って思います。まあ、今までの全部ね、いい試合ばっかだったんですけど、他のクランさんもね。さあ、これは、なんだっけ、あとコウモリかな。ん？コウモリ入れたな、今。やりゴブか。ギガいないもんね。これだね。これっすね。うわー、いや、この人うまいっすね。さあ、これでいきましょう。さあ、ラスト。いやー。やっぱねー、うまい人とやるのは楽しいよ。クラヌはやっぱねー、うまい人とやるのがね、一番楽しいんすよ。フレバとかね。マルチよりもフレバットの方が楽しいのはね、そういう理由なんですよね。ほんと上手い人とやるとね、自分がね、上手くなれるんですよね。さあ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 。これで。どうしようかな。コウモリ追加しようかな。コウモリ追加して、タルト。うわ、これボムバルじゃない？やばくね？ボムバルだったら終わったな。どうしようかな。やばい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 。ボムバルだったらやばいぞ、マジで。どうしようもねえな、これ。いや、ぽいなぁ、ぽいっすね。これやばいっすね。これやばいっすね。まあ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 、切ってくれたんで。で、これでバルーン来たら、低めにやりこぶっすね。やべえよ、これめっちゃきちんだよ。どうすんだよ、これ。これほぼほぼ勝てねえんだよ。ほぼほぼの確率で勝てないやつ来ちゃった。いや、ボムバル使ってくんの、ここで。マジかよ。これ5当たってないんですけど、まあね、相手は当ててくると思って。オッケーオッケーオッケー。アイゴレバル、いや待って、アイゴレバルに来たらどうしよう。どうしようかな、これ。これやばいなぁ。デッキミスったっすね、これは。いや、雪切ってくれんの美味しいんですけど、ここさ、ワンチャンさ、無理やり回してゴブジャン行っていいんじゃないかな。先行するけど、うわー、これか、そっか。いや、待って、やばい、これ。ボッコボコにされる。やばい、やばい、ぐちゃぐちゃだ。ぐちゃぐちゃだ。アド、オブ、アド。アド取られまくってる。ここね、やばいっすね。バルン来たら、やべえよなー、来るよなー、でも。上手い人は来るんすよね。いや、これ守れないっすね。一発、プリンス頑張れ。いやー、お前さー、やべえ、これちょっと待ってくれよ。マジかよ。やべえって。やばいっすね。ワンチャン負けるな。きついぞ、きついぞ。でも落とせるっちゃ落とせると思うんで。ファイボ削りしてって、ここで、まあ、マスキ来るんですけど、絶対に。オッケーオッケーオッケー。これは飛ばして、いや、ボムターン回ったな。うわ、回してるね。間に合う。うわ、やべえ、これマジでやべえ。ちょっと待って、きつすぎる、これ。超きついっすね。バルーン出されるだけでしんどいっていう。どうすっか。
どうすっかな、どうすっかな、これ。とりあえず行って、倒せ、ナイス。だー、いや、待って、ファイブもあるんで、でもここでさ、やりすぎると、やられるんすよね。バルーン来たら終わるんだよな。いや、そう。それがきついな。生き玉来るんで、来てから、コウモリ出して、入る。うわもう無理だよ、これ。これゴミだよ、めっちゃきついよ、これだって。これめちゃめちゃきついもん。やばいな、やられた。ディガ入れればよかったですね、GG。いや、負けちゃったか。いや、ここで来るか。くっそ。ここでボムマル使われるか。絶対俺知ってる人だな、これ。くっそ、誰だよ。さあ、次何使いましょうかね。どうしよっかな。最近ね、まあ相手のパクっていきますか。エレジャーいきましょうか。エレジャーいきましょう。さあ。一人で15分かかった。やばいな。いやー、やられましたね。いや誰だろうな。さあ、生き生きじゃまいにさん、よろしくお願いします。くっそ、絶対知り合いだよ、あれ。デッキがおかしいもんな。とか言って、全然知らない人だったら面白いですけどね。待って、やばい、見てなかった。やばい、見てなかった、最悪、ぼーっとした、今。さあ、オールブレイカー。オールブレイカー？珍しいな。なんか久々に見ましたね。あんまいないっすよね。使ってる人今。まあここはね、アイスウィズ先生に頑張っていただいて。あ、2発で。まあ。ごぼう置いて、あとは樽でね、守っていきたいところではある。でもここ、エリババ切ったんで、エレジャイ出しちゃいましょう。で、来るよね。これ虫だな、虫っすね。かまったら、相手のね、防衛しやすくなるだけなんで、ん？相手が防衛しやすくなっちゃうだけなんでね。うわ、メガナイトか。なるほどね。これ一回多分クッション入れた方がいいな。こっちで。うん、オッケー。で、これ全部消えるんで、あとね、ユニット追加の方がいいな、これ。ライトニングじゃなくて。で、リババ来るんですけど、そう、こんな感じでね。オッケーでしょ。これめっちゃいいんじゃない？めちゃめちゃいいっすね。めちゃめちゃいい。オッケー。チンパンだけど、これが正解っすね。これが一番いい立ち回りだね。エレジャイ。で、ネクロマンソー。ネクロ先生？マジか。珍しいな。ここ、あれっすね。僕、これで蓋しちゃった方がいいね。オッケー。で、また、同じですね。タルバまで行ってあげて。いや、美味しいな、これは。これは決まったかな。オッケー。このタルまで行く必要はね、なんだろうな。まあ、今のはメガナイト出すエリキサーがないんでね。エリババ受けされた時に、っていう一応のあれですね。ワンチャン来るかな？逆サイにエリババかな？俺だったら。ああ、同サイド来るか。同サイドだとね、これ守りやすいんでね。よいしょ。で、ウォールブレーカーまで来るかな？あ、逆サイか。ああ、うまいっすね。うまいけど、ゴボリが間に合うと。さあ。まあ、あとは最悪エレジャイ受けもできるんでね。エレジャイ受けがマジで超強いんで。全部溶かしてくれるんで。でも、ここはね、これでいいかな。あ、待って、これミスった。近すぎた。やばい。さあ、こんな感じで守っていって、ダックプリがいいっすね。範囲攻撃が強い。オッケー。これは、まあ、相性めちゃめちゃいいかな。ダンしてあげて。これで GG といったところで、よし。まずは一本選手。いやー、エレジャイ強いっすね。やっぱりいいね。強いですね。さあ、GG といったところで。何使おうかなー。あれ？ 3 番目もエレジャイだ。相手の時何だったんだっけ？ネクロンちょっとよくわかんないでいけっすね。最初にこれ使われたんで、これ使いますか。まあこれでいいかな。で、じゃあ最後が多分チュパさんかな。
千葉さんクロスなんでね、そこで、クロス対バルーンは多分ね、相性トントンぐらいなんでね、いい試合、いい試合、いい動画になるんじゃないかな。まあ、使ってくるかわかんないですけど、僕はバルーン使いたいと思ってます。まあ、クロス側からしたらきついのかな、どうなんすかね。その相手側の意見ってあんま聞かないですよね。相性、こっちが勝手に言ってるだけで。相手はどう思ってんだろう。気になるな。さあ、これはロイホグ受けしていき、メガナイト。あぶねえ、よかった。いや、メガナイトだったらやばい。これ吸える？うわ、吸えるんか。なるほどね。待って、タルトね、あれか、エレキなんで、あれですね。なんだっけ。ラムですね。これ、生き生きした毎日さんに関しては、全くと言っていいほど誰かわからない。これに関しては、マジでわからん。同じ名前の人めっちゃ多いしね。一発入るか。あー、これは、ファイボで手前に寄せて、ホバーで処理していきたいですね。オッケーオッケーオッケー。この人は自作デッキが得意な感じっぽいですね。特殊ですよね、さっきから。さあ、なんだろう、ペッカか。なるほどね。いやー、この豚ね、うざいっすよね。ペッカ一発で倒せないんですよね。これやばいよな、マジで。ワンチャンスケラなんで、スケラだったらマザネクが強いんですけど、ワンチャンのバルーンもある。バルーンだとちょっとめんどくさいですね。いや、ここで何来るかな？オッケーオッケーオッケー、それか。これは、フリーズ来たらやばいんですけど、やばいんだよね。うん、今言ったよね、俺。多分言ったよな、今俺。やばいやばい、折れるこれ。折れるんかい。マジかよ。強すぎだろ。強すぎだろ、マジで。おかしいだろ。スキラやば。スキラやば。ワンパンされましたね。火力おかしいでしょ。これ豚になって、頼むから。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。これで結構うざいと思うんで。で、またこれ落としに行かないといけないっていうね、ちょっとだるいっすね。バルキリーでトルネまで使われたら、全然入んないっすね。いやー、使わなくても全然入んないか。いや、これやばいな。ちょっとまずいね。ちょっとだけでまずいっすね。まあ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 、でも言うて、ここでマザネクまで出しちゃって、もう豚にしてね、右をね、全力で落としに行きます。これは5打って、手前に寄せて、あ、いいトルネ、めっちゃいいトルネ打つな。いやー、ホバ強すぎ。それ耐えるんか。で、ここはね、どうしよっかな。うわ、やべえよ、これ。これやばいっすね。これやばい、これやばい、これやばい。これ多分やばい。これ多分だけどやばいぞ、俺。どうすんだろう、これ。これどうすんだろうね。どうしましょうか。これどうしましょうか。豚頑張って、豚頑張って、マジで。いや、ワンチャン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 。よし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 。危ねえ。危ねえ。危ねえけど、ファルチェきっつ。なんでファルチェなんだろう。ファルチェなんてすごいな。選択がすごいな。やべえって、これ。どうしようもねえな。全部トルネでいかれますね。コバ出して、まあ、ここまた豚作れるけど、フリーズ来たらトル、あ、タレですね。来なかったら、ここは一旦ね、タレババこっちですね。豚防衛危ない。危ない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 。やめて、撃たないで、撃たないで、殴らないで。あ、やばいやばいやばい、きつ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 い。きつすぎる。ちょ、待って待って待って。俺最初負けたっけ？最初負けてないか？いや、この動画バカ長いって。すっげえ長いじゃん。よいしょ。ここは、これでね、やってあげて。いや、2発でやられるんだ。それ知らなかったな。これやばいっすね、じゃあ。これ延命したいよ、俺。頼むから延命して。お願いだから延命して。延命しないとダメだって。絶対ダメでしょ、延命しないと。これやばいじゃん。終わった。終わった。チーシーだ。クソ。いや、スケフリーやば。え？めっちゃ持ってきますね。このデッキでやっぱりいかついな。さあ、ジージー。なるほどね。これに関してはもうね、なんか読めないっすね、この人は。なので、もう、ちょっと使いたいデッキいきますか。これでいきましょう。ちょっと押してるんでね、早めにやっていきましょう。もう二人で24分はやばい。三人で40分くらいになっちゃう、これじゃ。急ぎで行きたいですね。
いやー、マジか。まあ、1-1。最初は1-2。まあ、でも、こんだけ接戦だといいっすよね。別に負けても、なんか、楽しいし。勝っても負けても楽しいっていう。さあ、相手は自作なんでね、僕も自作でいきましょうと言ったところで、さあ、何が来るかな？なるほど。ザッピー先生出してって、ここはローヒョク行きたいですね。ラバハウンド。ラバなんで、クエック構えて、うわー、コウモリじゃなくて、行かなきゃ、ガコか。まあ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 、コウモリよりはいいっすね。コウモリだとね、3コスト、あ、じゃあ2コストで、これ抑えられちゃうのもったいない。エリクサーがね、アドがやばくなっちゃうんでね。ざっと来るかな。やなめか。オッケーオッケーオッケー。これはね、まあ入っちゃうと思うんですけど、多分。まあしゃあないですね。ザッピー切っちゃったのが悪いんで、これは。難しいな。テスラの置きどころと、テスラ次からバルーンに対して出したいですね。ラバに対してじゃなくて、バルーンに対して当てるように意識すればいいかな。でこれは同時に攻めてあげて。え、待って、ガゴ胸じゃん！やば、ガゴだと思ってた、今。ええ？今来てんのガゴだと思ってたんだけど、めちゃめちゃ。ガゴ胸やんけ。ザッパあるし、しかも。いやー、これ、地獄だな。これやばいっすね。これやばいな。これやばいな。ちょっと待って。いやー、メザップのガゴガゴ。いやー、やっぱバルーン警戒されますね。バルーン使えないな。どうしよっかな。これ、ウッド転がして、ファイスピー出して、さあ、これは受けがないから入っていくと。右からラバっすね。なので、僕、ここどうしよっかな。ザッピー先生出して、ロイホグを左とかに飛ばしたいんですけど、飛ばしたらなんか終わる気がするんですよね。なので、2枚入るんで行きます。結局行くんかいみたいな。いやー、ババ守ってんの。やばいな、これ。マジか、この人。いやー、中途半端だな、これ。待って、どっち守れない。うわ、やべえ、これやったわ。これ負けましたね。これ、無理だな。きついっすね。いやー、もっとうまくやれば守れるけど、多分ね、守れると思うんすけど。いやー、メザップってのがやばいな、もう。全部きつい。しかも、テスラ頑張って、テスラ頑張って、バランきつい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 。あー、ずった。やばい、GG だ、これは。これは、なんかきついっすね。まあ、しゃあないな。これは、渋い。ファイスピあるからワンチャン、ファイスピ出る、ワンチャンなくはないけど、火力があるカードがね、ないんでね、空の。まあ、これはしゃあないですね。GG ですといったところで、さあ、ラストですね。よし、やっとだ。どうしよっかな。皆さんお待ちいたしました。最後ですね。いや、バルーン行きましょうか。さあ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 。ラスト。来た。よし、チュパさんですね。よろしくお願いします。いやー、この人はマジでいい人でしたね。すごいっすね。もう、なんか、ファンになりました。あの DM で。そう言ってくれる人いないですからね。特にないですって言ってくれる人はいたんですけど、参加させていただけるだけありがたいですみたいな。本当だね、言ってくれる人マジでいないんでね。よし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 。メガナイトウォールブレーカーっぽいな。これザップ持ってるんで、読みザップ来たら面倒っちいんで、一旦ね。はい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 。オッケーオッケー。これとかね、行っちゃっていい気がしますね。ザップ切ってるし、ここマスク来て、あー、ガゴに変えてるな。なるほどね。あ、うまいっすね、そのタイミング。ただそれは、あ、危ねえ、これ右に来てたら、ちょっとだるかったっすね。あ、でも、そうでもないかな。ここは結構アド取ってるんで、あえて出さないでね、このままアドに変えて、もう一周バルーン行ってもいいかな。スケセパからのバルーン単体飛ばしで相手しんぷいと思うんだけど、どうですかね。
スケセッパで、いや、ワンチャンマスケとかいるからな。そうしたらね、結構しんどいんですよね。しんどいってなんだろう。しんどいと渋いがなんか混ざっちゃう、最近。ここはまあ雪玉回ってないんで打てない。打ちたかったけど打てなかったですね。あんまり使いすぎると持ってかれるんで、ここはね、一旦これで。いやー、とはいえね、うわー、マジか。いやー、この目がないとやばいな。こいつをどうするかですね。途中のバロンやっちゃったかな。まあ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 。これで多分ウォールブレイカー来るかな。うわー、なるほどね。そういう感じか。まあこれは多分、え、やばいそれ、マジか。ちょ、待って待って待って、やばすぎ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 。マジか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 。はいな、はいな、いてぇ、ちょっと待って、マジか。いやー、いや、これはさ、ワンチャン、いや、無理だな、起用できねえわ。どうしよっかな、これやばいっすね。メガネと始まりできたら、積むんですけど、全部逆サイ釣りたいっすね、そしたら。これで、裏だな、これ。よいしょ。当てて、ザップ来るかな。オッケーオッケーオッケー。いや、いいんじゃない、これ。いや、ちょっと痛すぎるけどいいんじゃない？まあ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 、割と抑えれた方でしょ。メガナイト回ってないはずなんで、いや、回ってるか。やばいな、それは。それやばいな、じゃあ。これやばい、やっちゃったな、俺。やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった。しかも、タゲ変わってるし、ちょっと待って、なんで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 。事故ってる、事故ってる、事故ってる、めっちゃ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 事故ってる。相手待って、相手待って。あー、そっち行っちゃった。やばいやばいやばい。やめてやめてやめて。削んないでお願いだから。もうこれ以上削んないで。やばいやばい。必死です、必死です。かなり必死です。これこっちだな。こっち行こう。メガナイト踏みからの、ガゴ来て、GG だな。やばいな、これ。あ、釣れてない！え、ちょ、待って、待って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 、お。相性いいのに。まあ、ガゴ型とはいえ相性いいのにね。さあ、これはもう連投しましょう。まあ、相性いいけどな。途中の単体バルーンあたりから、ちょっとやばかったですね。いや、今日やばいな。いいプレイ一回も見せれてない。最初の試合はあちあちだった気がするけど。2戦目からもう、なんか、やばいですね。ちょっと頑張りたいな。頑張っていきたいですね。さあ、何でしょうか。あ、クロスかな。枯渇っすね。端っぷり来るな。いやー、いや、手前か、マジか。どうしよっかな。いやー、まあ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 、ちょっと入る。あ、なるほどね。どうしよっかな。むずいな。ただ切りたくないしなぁ。ギガでいいか。よいしょ。OK, OK, OK, OK. で、バレルに対してタレ当てれるんで、これは雪玉打ってあげて、で、マスケを後ろから出していいかな。あれですね、端っぷり切ってるんで相手が。これアイゴレで受けちゃおうかなぁ。で、今のタイミングで攻めタレが使えるんで、これね、こっち側行っちゃっていいと思うな。で、相手、これ延命したらこっちがね、きついと思うんで、で、ギャングですね、これ。うわ、マジか。そんなことある？マジ？そんなことある？やられたんだけど。ちょっと待って、やばいやばいやばい。それはやばい。びっくりしてる、びっくりしてる、今。これね、アイゴレでね、やりたいですね。入る、これ。一発、いてぇ！ちょっと待って、マジか。あそこインフェで守ってくんのか。やばいですね。本当はギャングだと思ってギャング読みでやったんですけど。やばい、それ。いやー、打っとくるかな。でも来てもいいや。オッケーオッケーオッケー。間に合わないんで。で、ここは、あれですね。プリンちゃん倒しに行きます。オッケーオッケーオッケー。これはいいですね。釣れるんですけど、まあまあまあ、全然オッケー。入んなくてもいいんでね。
で、ここで、むずいな、ここ。ギャング追加来そうだけどな。通常ですね、これは。ここですね、僕2周目行きたいですね。オッケーオッケー。うわー、待って、それやばいんだよな。ちょっと残られても困るんですよね。一発落としてほしい。いや、待って待って待って、バルーン頑張れよ。バルーン落としてよ。これ逆サイクか。と見せかけて、こうだな。これでいいな。これで突破できるんで、いやーまあロケットうまいけど、端っぷりかな。あ、待って、あいこれ、もうマジでやばい。手滑るな、やばいっすね。手めちゃめちゃ滑るな。あー、なるほどね。いやー、厳しいかな、これは。どうしよっかな。このバルーンは通れない、通せないんで、ん?通らないんで。いや、それはやばいと思うけどな。どうなんだろう。そうでもないんかな。これ無視ですね。やばいですよね。ですよね。OK。OK, OK, OK. これで GG ですね。OK。あれはまあ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 。この人、クロスじゃないっけ?枯渇だっけ?最後何使おうかな。最後どうしましょうかね。なんかいいのあるかな。最初何やられたっけ俺。あー、これか。これ使いましょうか。これ僕も好きなんでね。僕はね、コウモリ型が好きなんですよね。だからコウモリに変えます。で、プリンスじゃなくて、ユーノハですね。なので、これでね、やっていきたいと思います。さあ、行きましょう。ラスト。さあ、よろしく。いや、今日やばいぞ、マジで。40分行くな、これ。すげえ。え?全部あれか。2、1か。全部1、2か。今んところ全部1、2ですね。やばいな。あー、クロスか。そうか。やばいっすね。どうしよっかな。まあ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 、これ出してって。と思ってるんでね。いや、遅延か、しかも。よかった、バルーンじゃなくて。よかった。危な。まあでもきついけどな、多分。でも今ないと切ったんで、ここワンチャンありますね。ここぐらいでしょ、ワンチャンあるの。待って!うおー!ちょっとちょっとちょっと!いや、これ、ワンチャン、ワンチャンいきます。いや、ちょっと遅いな、これ。ウッド余裕で間に合う。くっそ。やっちまった。いや、今、ザップ結構音速で打ったはずなんだけどな、俺。マジか。でも、まあ、いいダメージが入りましたね。いやー、ここどうしよっかな。まあ、ロケット切ったから、ケツマスケっていうのもありなんですけど、コウモリディガー行っても良さそうだよね。よいしょ。OK, OK。で、まだウッド回ってないと思うんですけど、まあ、トレネあるんでね。これ、強要か。なるほどね。どうしよっかな。今、ナイト切ったんで、また端前メガナイトでいいかな気がするな、ここ。ね、端前メガナイトは持った。ダメですね。やったら終わるんで。いや、これ言っていいな、絶対。これ相手絶対きついんでね。OK, OK, OK。オッケーオッケーオッケー。待って、そのあれはうまいすぎる。そのあれはめっちゃうまい。オッケー、ウッド切ってくれるんで、そしたらこれ入るんでね。オッケーオッケーオッケー。あぶね。いや、今のやばいな。クロスあそこ来るんや。やまれるかな。オッケーオッケーオッケー。ちょっと入ってる。で、メガナイト合わせるエリキサーだけ取っといて。うわ、なるほどね。そういう感じか。でもまたナイト切ってくれたんでね、ここで、端前メガナイト行っちゃっていいな。で、逆サイ来たら、まあ、クロス、ああ、じゃあ言うのって思ったけど、ここはいいや。トレネまで来るかな。いや、これ絶対きついでしょ。オッケー!これで、
GG ですね。OK! よし!てな感じで、本日は終わりたいと思います。リベンジストームさんね。ありがとうございました。全部、なんだ?最終戦まで持ち込んでね。めちゃめちゃ長い試合になっちゃったんですけど。いや、長い動画か。40分になっちゃったんですけど、まあ、すごく楽しかったですね。うん。やっぱ上手い人とやると楽しいですね。結局、この方は、これはわからんか。これはわからん。このね、スノーさんという方がね、誰なんでしょう。ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。本日は終わりたいと思います。長い間、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。この千葉さんって方のね、リンク貼っておきますので、よかったらフォローよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。